どうも、ドナイ山本です。今日はですね、令和2年2020年の9月4日金曜日なんですけど、皆さんにね、お知らせがあります。大事なお知らせがあります。はい、まあ僕にとっては大事なお知らせがあります。まあ、最初にもう結論から言いますと、今日をもちまして、2年間ちょい続けてきた毎日投稿を終了しようと思います。はい、2018年の7月12日から毎日投稿を続けてきたわけなんですけど、今日で終わりです。はい、まあ理由なんですけど、単純に、まあ、余裕がなくなってきたと、忙しいと、まあ、そういうことですね。うん、でまあそもそも僕このチャンネルをどういうね、どういうつもりでやってんのかって言ったら、いろいろと喋りたいことがいっぱいあるから、ね、それを僕の自己満で発信してるっていうのがこのチャンネルなんですよ。うん、でも喋りたいことが多すぎるから毎日投稿してるっていう体だったんですけど、最初はもうここ最近はですね、毎日投稿するためになんかネタ考えなきゃみたいな感じになってたんですよね。うん、でもうなかなか動画撮れなくて、昔の撮りだめてたやつから無理やり引っ張ってなんとか毎日続けてたりっていう感じだったんで、なんか手段と目的が変わってきちゃったなって思って、うん、まあいっぱい喋りたいことがあったから結果的に毎日投稿になるなら別にいいんですけど、ね、毎日投稿するために無理やりネタを探すってなったらちょっとそれは違うぞっていう感じなんでね、毎日投稿を続けるために何かするっていうのは、まあ、ナンセンスなんですよ、僕にとっては。だからやめるということです。はい、でそれに伴って毎週続けてきた競馬予想もやめます。はい、まあ、申し訳ないです。あのもう時間が、ね、ないんですよね。あの余裕を持って予想できたりとかできる時間が、なので、まあ、そういう、ね、まあ、時間ない中月明けまで予想したものを、ね、発表するのは失礼だし、まあ、このチャンネルを普段、ね、登録して見てくださっている視聴者の方々なら、まあ、僕の予想とかそんな期待してないと思うんですけど、でもね、8割はチャンネル登録者じゃない人が見てるんですよ。8割ぐらいはあのレース名で検索して僕のチャンネルに当たってる人なんで、まあ、それは通用しないと。うん、だしそういう状態で予想を毎週続けることに意味を感じないのでやめます。まあでも一切やめるというわけじゃなくて、まあたまに G1 レースぐらいではまた予想すると思いますよ。まあその時にはまたね、武田くんとボンレス高島にも協力してもらおうと思うんですけど、まあ、例えば有馬記念とかね、まあ、そういうレースはちゃんと予想すると思います。はい、まあ、そういう感じです。毎日投稿を終了します。うん、まあよく2年ちょい続いたなって感じで、まあここ最近はちょっと苦しかったんですけど、途中までは別に何にも苦労を感じなかったですね。うん、はっきり言って視聴者の反応がどうとかバズるとかどうとかじゃなくて、僕が本当に喋りたいことを喋っていただけだったんで、だから楽しかったですよ。僕の好きな趣味をね、話してたんで、うん、なんか好きな曲について喋ってるとかさ、ライブ行ったらそれについて喋ってるとかさ、うん、競馬のことも好きだったし、あとはね、あのお笑いネタとかをね、投稿してましたね。まあ、最近はやってなかったけど、昔は、ね、マニアック競馬漫才とかさ、うん、なんか競馬に関するお笑いネタとか一通りやったりとか、楽しかったですね。うん、結構コメントとかも来たりして嬉しかったし、やっぱりあのコメントもらうの嬉しかったですね。うん、まあ、最近ちょっとあのコメント返信できてなくて、全部無視しちゃってる形になって申し訳なかったんですけど、本当にね、忙しくなってきちゃって、うん、普段の生活に支障が出るレベルにまでなるとそれは違うんでね。うん、かといってなんか惰性で毎日投稿しようと中身のない動画を連発しても、何のためにやってんだろうっていう、もう自己満ですらない、自分のやりたいことですらないので、誰も得しないので、ここら辺が仕事期かなという感じです。まあでも YouTube はやめません。 YouTube はやめないで続けます。このチャンネルも続けます。ただ毎日投稿をしないというだけで頻度はガクッと落ちると思います。でも僕がなんか喋りたいなっていう思うことがあったら喋るし、なんかお笑いネタやりたいやつ思いついたなって思ったら、その時はその時でやるんで、まあ続けるんで、毎日投稿しなくなるっていうだけです。なので、まあ、そこら辺はまあ安心してください。はい。というわけで、あのここら辺で一曲、お聴きください。ジュリー&マリーでそばかす。ちょっと人が出した名義の一つ、メリー級の恋
願い事に各バトルと一緒に溶けた前よりも燃やせたねちょっとチクッと刺され遂げられたい欲しくならないの当てにならないわもっと遠くまで一緒に行けたらねえ嬉しくてそれだけで思い出はいつも綺麗だけどそれだけじゃお腹が空くわ本当直して分かってるのにそれが私の性格だからもどかしい気持ちであやふやなままでそれでもいい恋をしてきた思い切り開けた君のピアスにはねえ笑えないエピソードそばかすの数を数えてみる汚れたぬいぐるみ泣いて胸を刺す途中に音楽を、ね、挟むっていうのも、ね、やってみたかったんでね、はい、で、まあね、最近の動画はね、まあ、ちょっと自分でも目に見えて手抜きが多くなってきたのはちょっと反省点でね、このチャンネルの特徴としてネタがなくなったらバイオリンと僕のが勝手に歌ってるのにね逃げるっていうのがあるんですけど、うん、そればっかりになっちゃうとそれはたまにあるからいいんであってそれが増えちゃうとちょっとダメだなっていうのはありました。うん、まあね、あとはどんなことが思い出に残ってるかな。北海道に行った時に外でいっぱい撮ったのはね楽しかったですね。まあ、ただあれ僕は楽しかったんですけど割とちょっと向こうの方の人からちょっと苦情来てたんで動画撮ってることについてちょっとそれは反省点で反省点です。はい、だからもうちょっとああいうことはできないかなとあれ限りかなとは思います。うん、まあね、 YouTube 僕にとって YouTube って何なんだろうね、本当に。まあ、日記のつもりだったんだけど、
日記のつもりだったんだけど、なんだろう、僕自身の生存確認というかねえ、毎日こういう感じで日々送ってたっていう記録みたいなものではありました。うん、まあそういう記録なら別に毎日無理せず続けられるじゃねえかって思うかもしんないけども、まあけじめっていう感じかな。うん、というわけで、ここで気象情報です。気象情報です。はい、日本のですね、南の海上にですね、2つの、台風がありまして、で、あの北にもね、あの2つ台風があるんですね。あのやばいです、今日本マジでやばいです。あの今台風に囲まれてます。で、この台風なんですけど、あの日本に向かってね、あの全部向かってきてます。はい、全部向かってきて、あのここ長野ら辺がね、やばいよやばいよって感じなんですけど、これあの全部くっついて、あのぷよぷよみたいになって消えちゃうんでね、安心してください。というわけなんで、あのね、まあ少しは動画の質は上がるかなと思います、これからは。うん、毎日投稿するためのとりあえずつなぎの動画っていうのがなくなると思うので、まあ、本当に伝えたいことだけになるのかなっていうふうには思います。うん、まあただこれまでみたいにね、あのバイオリン演奏とかなんか暗闇で歌ったりとかいう動画もたまには上げると思うけども、まあああいうの僕好きなんでね、ストレス発散になって、うん、続けるとは思うけども、まあ、そんな感じかな。うん、まあ、皆さん本当に今までありがとうございました。付き合ってくださって2570人もの人がね、今チャンネル登録してくださってます。本当にありがたいことです。まあこれからも続けはするんで、まあ、ぜひね、まあ、変わらずよろしくお願いしますということです。まあ、ツイッターの方もね、そのまま続ける、全部続けるんで、ただ毎日投稿しなくなるってだけなんで、うん、まあそんな感じかな。競馬予想を毎週楽しみにしてくださってた方は本当に申し訳ないですね。まあ、だから武田くんとね、ボンレス高島を見れる機会はガクンと減ると思うんですけど、まあ、また何かで彼らにも協力はもちろんお願いしたいと思うので、ね、ぜひ待っててください。これからもなんか動画のリクエストとかあったらね、まあ、全部は答えられないですけど、極力できるものはやるので、うん、あの なんだろう、一つ言いたいのは、あの政治的意見を僕に求めるのはやめてください。うん、それはやらないです、僕のんぽりなんでね。はい、こんな感じです。はい、というわけで今までありがとうございました。毎日投稿今日で終了です。バイバイ。